の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話。今日もちょっといい雲出てますね。はい、今日はですね、家の近くの瀬戸神社に来ております。もうね、発売まで2日なんで願掛けする頃かなと思いまして、財布にある小銭を全て投げて、目標はですね、ズバリ言ってきました。実はですね、今までの気象学の本で一番売れたのが一般気象学っていうですね、小倉義満先生、東京大学の、まあ本当に大御所の先生なんですけど、その方が書いた一般気象学っていう本が10年間で10万部っていうですね、そういう数字がありまして、でそれはですね、もうとにかく学校の気象学って言ったら、大学生入ったらみんなそれを教科書として買うとか、まあ気象予報士今全国に9000人いらっしゃいますけど、その人たちもうほぼ全員買ってらっしゃるでしょうねっていうぐらいの感じです。で、まあ、それぐらいとにかくバイブルとして、買われている本っていうのが一般気象学っていうのがあるんですけど、それが10年間で10万部です。で、荒木健太郎の本はですね、僕はその一般気象学っていうのを新しく次世代のものにしたもんじゃないかなと思うんですよね。でそれはどういう意味かというと、一般気象学を読める人ってやっぱり数学ができる人だけだったんですよね。なので実際その気象予報士取ってる方でも相当苦労されてると思いますし、実際買って分かった人何割いるのかなっていう感じですね。それぐらい一般気象学みんな持ってるんですけど、分かってる人は相当少ないんじゃないかなっていう。でそれをですね、全ての人が分かるようにしたのが荒木健太郎の本だと思うんですよ。言ったらなんでかというとですね、もともと荒木健太郎は小倉先生の弟子でもあるんですよね。孫弟子ぐらいですけど、まあでも直接の指導も受けられてて、それで、まあ、彼自身は数式もちろんできるんですけど、どういうふうに難しいかっていうのはよくよく分かってて、でそれがその一般の人が読むにあたってやっぱりどれぐらいハードルがあるかっていうのはものすごくよく分かってて、だからこそパーツル君とかああいうキャラクターが全て出てくるわけですよね。で、まあ、そんな彼の本は僕はですね、数字を言いますと3万部売れてほしいなと、3万部は超えてほしいなと思ってます。でこれは何でかっていうと、まあ、小倉先生の本が10万部だと、10年間ですね。で実は僕の天気と気象について分かっていることいないことって、まあ、僕は協調で他の6名の方と協調の本があるんですけど、それがですね、去年1万部だったんですね。それは多分他の気象学の本からすると、まあ、小倉先生の一般気象学以外ではまあ、本当に歴史的な数字だっていうふうに言われてるんですけど、あの本が1万であれば、いや荒木健太郎の本は3万ぐらいいけると思うんですよね。いけるというか、それぐらいの人に少なくとも届いてほしい。まあ単純にその数字が売れて実績がとかっていう話ではなくて、それぐらい3万5万っていう人がやっぱり読める本ですし、そういう方が本当に手に取って、その本当に基本的なですね、空との付き合い方みたいなところを分かってる人が世の中に増えていかないと、例えば気象災害であるとかそういうものもですね、単純にテレビで情報が出たりとか単純に気象庁だけが頑張っていてもですね、やっぱり厳しいと。でその今のところその気象災害で被害を受ける人の人数って、技術は進展してるのに人数は減ってないんですよね。この現実を変えられるのはやっぱり彼の本が本当に一般の人にどんどん広がっていくということがやっぱ起こるべきだし、そうしないとそのなんていうんですかね、詳しい人だけが一生懸命叫んでもやっぱりしょうがないというか限界があるなと思うんですよね。でだから本当に一般の人、その、まあ、中学生以上だったらもうみんな読めると思うんですけど、彼の本はね、まあそういう風な世の中になっていけば本当に実際に災害に遭う人は絶対減ると思うんですよね。受けなくて
ていい災害を今受けてしまっているっていうのはやっぱり誤った知識であるとか判断であるとか、情報の解釈の仕方がよく分かっていないとか、そういうことによるのがほとんどなので、まあ、そこを減らすにやっぱり彼の本がちゃんと広まってほしいということですね。で、まあ、そういうことで最低3万部が僕はですね言ってほしいなということですね。僕は別に全然何の何ですかね、出版社でもないですし、彼著者ではないのでもちろん印税を受け取る立場でもないですけど、本当に世の中が変わってほしいという思いでですね、だからこうして毎日撮ってるわけですけど、それで今のところですね、まあとにかくおかげさまで出だしはですね、皆さん応援してくださる方が本当に多くて、書店から逆にですね注文がたくさん問い合わせが来て、配本が整理が大変だみたいなことを言ってるぐらい、発売前の時点でそう非常に評判がいいということなので、まあ増刷増増刷二版三版というふうになっていくと思うんですけど、ぜひですねやっぱり読んでくださった方は、手に取ってくださった方は、まあ、まず自分が役に立てていただくということと、これを誰に渡したらどの人が役に立つかということをちょっと考えていただいて、実際にですねやっぱり勧めたりとか、プレゼントしたりでもいいんですけど、していただきたいのと、本当にアクションを取っていただきたい。でそういうことができる人は本当に実際に、まあ、今九州で大雨とか降ってますけど、生き延びる術を手にすると思うんですよね。生き延びる力がつくと思うんですよ。やっぱり本当に具体的な行動が取れる人がやっぱり生き延びられると思うんですよね。でそんなにシビアな状況じゃなかったとしても、日々の生活においてもやっぱりその不快な現象、気象現象があっても、捉え方が変わってより過ごしやすくなるやり方があるということを知ったりとかですね、あとは単純にその例えば虹とか夕焼けとか綺麗だなって写真撮るだけの、まあそういう観点であっても、じゃあどういう時にそういう綺麗な風景が出るのかってやっぱ知っとくだけでも全然いいと思うんですよ。それちょっと気にしてるだけでも全然本当に人生の質が上がるというかですね、単純にその生き延びる術っていうだけじゃなくて人生の質が上がると思いますし、でそれに絶対この方はですね世の中を変える力があると僕は思ってますんで、ぜひですね皆さん応援していただくだけじゃなくて、まあ、レビューを書いていただいたりとか他の人に勧めていただくとか、そういったですね広げるためのアクションをですねぜひ取っていただけたら、本当にその一歩がですね世の中も本当に変えると思いますので、ぜひよろしくお願いします。いよいよ発売まであと2日です。それではまた明日。